ナンバーアンダーライン愛のビアボール宣伝に注目集まるファンが探し求めるユニークなデザインアマゾンでビアボールがなくなったため SNS がビアボールを販売する場所を探していますイキスターのニュースが伝える通り人気グループナンバーアンダーライン愛の3人メンバー平野翔、ガン太、神宮寺優太がビアボールのキャンペーンに登場したことで話題を呼んでいる ビアボールは昭和57年の発売以来、長年親しまれてきた飲料だが、今回のナンバーアンダーラインアイコラボレーションはファンの注目を集めている。SNS では、ファンたちが早速ビアボールを探し求める様子が投稿されている。私の家にもあるビアボールが急に欲しくなった。アマゾンで完売してしまっているのが残念といった声が上がっている。 中にはすでに店頭でビアボールを手に入れた人も、ビアボール1本にグラス1個がついてきて、しかも色も選べた。と嬉しそうに報告する姿が見られる。グラスのデザインが可愛いと評判で、メンバーの魅力を最大限に活かしているようだ。ターコイズブルーやシンク、紫といった鮮やかな色合いのグラスが展開されており、欲しい。と嬉しそうな声も上がっている。 こうした商品の魅力とファンの反応を見ると、ナンバーアンダーラインアイメンバーの人気がいかに高いかがわかる。筆者も実際に店頭で目にしたビアボールとグラスの組み合わせにワクワクした。確かに、ビールが好きではない自分でも、この商品なら手に取ってみたくなる。見た目の可愛らしさが当的で、コレクターアイテムとしても魅力的だ。 店頭に並んでいた株式会社サントリーの緑人ソーダとのコラボデザインも目を引いた。ファンの方々はビアボールを探し回っているようだが、西田という地方スーパーチェーンでは、すでに取り扱っているようだ。九州を中心に店舗を展開している西田は、ビアボールやグラス、保冷バッグなどのナンバーアンダーライン i コラボ商品を販売しているらしい。 都心部のみならず地方のスーパーでも手に入れられるのはありがたい。一方で、ビール自体が苦手というファンも見受けられる。しかし、メンバーとのコラボということで、ビールとは関係なく商品自体を楽しもうとしている様子がうかがえる。炭酸割りなどでアレンジしたり、グラスコレクションとして飾るなど、様々な楽しみ方があるのだろう。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーがこれほど熱心に推しているビアボールだけに、ファンの間でも大きな話題となっている。発売からしばらく経つ製品ではあるが、メンバーの出演によって一気に脚光を浴びることとなった。その新鮮な魅力に迫ってみたい。ビアボールを手に入れられなかったファンの方も、今後の展開に注目していただきたい。 ナンバーアンダーラインアイメンバーの個性が最大限に生かされた楽しい飲料になりそうだ。ファンの期待に依頼られるよう、サントリー社には今後のさらなる商品展開に期待したい。ビールが好きな人も、そうでない人も、ナンバーアンダーラインアイとビアボールのコラボレーションを通じて、ファンとしてのアイデンティティを見出せるのではないだろうか。ぜひ皆さんも店頭で見つけたら、 手に取ってみてはいかがでしょうかナンバーアンダーラインアイファンの間で話題となっているビアボールの商品ですが、その人気の秘密にも迫ってみましょう。まず何よりも、ナンバーアンダーラインアイメンバーが積極的に関与していることが大きな魅力となっています。平野翔、元優太、神宮寺優太の3人がキャンペーンの中心となり、ビアボールをアピールしているのです。 SNS ではメンバーが PR しているから欲しくなったといった声が多数上がっています。ファンにとってお気に入りのアーティストが推奨する商品は格別の魅力があるのだと感じます。ナンバーアンダーライン愛は若い世代を中心に人気が高く、メンバーの発信力はとても大きいのです。ですので、 ビアボールもこの勢いに乗って一気に注目を集めることになったのだと言えるでしょう。そして、ビアボールのデザインもファンを魅了しています。鮮やかな色合いのグラスは、まさにナンバーアンダーラインアイのイメージにぴったり。SNS では、可愛いい、欲しいといった反響が相次いでいます。コレクターとしての楽しみも見出せそうですね。ただし、 ビールそのものが苦手というファンもいるようです。そんな人たちにも様々なアレンジの楽しみ方が提案されています。炭酸で割ったり、デザインを楽しむなど、ビール以外の視点からも商品魅力を感じることができるのが特徴的です。つまり、ナンバーアンダーラインアイメンバーのイメージとデザイン性の高さ、そして多様な楽しみ方が相まって、 ビアボールがファンの間で熱狂的な人気を集めているのだと言えるでしょう。興味深いのは、西無田という地方スーパーチェーンが、すでにビアボールの取り扱いを始めていることです。都心部のみならず地方でも手に入れられるというのは、ファンにとっては朗報です。ナンバーアンダーライン愛の人気が地方にまで及んでいることが伺えます。これからもサントリー社には、 ナンバーアンダーラインアイファンの期待に応えるべく、さらなる魅力的な商品展開を期待したいと思います。メンバーの個性を最大限に活かし、ファンの心をつかむ商品作りに期待が高まっています。ビールが好きな人も、そうでない人も、ナンバーアンダーラインアイファンなら誰もが楽しめるビアボールになりそうです。この商品を通して、 ファンならではの遊び心を発見できるのではないでしょうか。今後の展開にますます目が離せません。ナンバーアンダーラインアイとビアボールのコラボレーションは、ただの企業タイアップにとどまらない魅力を秘めていると言えるだろう。メンバーの人気とブランド力が相まって、懐かしの昭和レトロな飲料に新鮮な風を吹き込んでいる。ビールが好きな人はもちろん、そうでない人も、 ナンバーアンダーラインアイファンとしてこの商品を楽しもうとしている。グラスのデザインを眺めたり、コレクションとして集めたりと、飲料以外の楽しみ方も提案されている。これからもファンの熱狂的な反応を呼び起こし続けるだろう本コラボレーション。ナンバーアンダーラインアイの世界観がビアボールに色濃く反映されており、ファンならずとも見逃せない魅力があるはずだ。 ビアボールをきっかけに、さらにナンバーアンダーライン愛の人気が加速していくかもしれない。これからの展開にも注目したい。この物語は、私たちが愛するグループの新しい広告とビールの宣伝から始まりました。しかし、それは単なる商品の紹介にとどまらず、私たちのコミュニティを結束させ、新たな発見と経験をもたらしました。私たちの心は、 ビールの苦味よりも、その周りに広がる楽しみと興奮に満たされています。そこで、あなたはどう思いますかあなたの地域ではビアボールはどのように受け入れられていますかそして、あなたはビールを飲むことができるかどうかに関係なく、この商品に対してどんな興味を持っていますか私たちのコミュニティの一員として、あなたの考えや感想を共有してください。